ブラックメタル、ブラックメタルとは、ヘビーメタルのサブジャンルの一つ。デスメタルを否定し、そのルーツであるスラッシュメタルへの回帰という形で生まれたとされる。早いテンポのドラムに、金切り声のようなボーカル、音を強めに歪ませたギターでのトレモロのピッキング、宗教的で荘厳なアレンジなどを特徴とする。歌詞の内容には、サタニズム及びクロマ術への系統といった、 ハンキリストを強く打ち出したり含むバンドが多くあり、ブラックメタルバンドの中には、ベーガニズムなどを掲げるものも多い。一口にブラックメタルと呼んでも、楽曲演出はバンドにより様々。ただし、ブラックメタルにくくられる音楽にはいくつかの特徴を見出すことができる。もちろん、ここに挙げるすべての特徴が当てはまるバンドは少ないが、ほとんどのバンドは以下の特徴のいくつかを持っている。 ギターリフはスラッシュメタルやデスメタルのほか、ハードコアやクラシックに影響を受けている場合もあるがかなりのバンドに該当するジャンル特有の特徴としてトレモロリフの多様が挙げれるパワーコードもしくはマイナー系のコードストロークのバッキングに単音トレモロでリードを取るパターンが最も多いダークフューネラルなどその一方でギターソロはあまり重要視されない 一般的にベースギターは音圧稼ぎに使われ目立たないことが多いが一方で強くベースの音を押し出しているバンドもいるなど細かい分野によって用法は全く異なる音作りとしてはデスメタルのように過剰にダウンチューニングしないという特徴があるただしブルータル系を除く例えばエンペラーダイセクションダークスロンバージャムマードック 初期サティレコンなどの大半のバンドが、レギュラーチューニングを用いており、メイヘム、サティレコン、デスペル、オメガでさえ、半音下げである。それ以上に下げているバンドは、特に90年代から存在するバンドでは、かなり少ない。一方で、ブルータルブラックと呼ばれる、ビヒモスなどのバンドや、従来のブラックメタルとは異なったプログレッシブや、アバンギャルドなどの要素を強く持つバンド。 また近年の音楽的流行を取り入れたバンドは一音半より下げていることも少なくない。キーボードアレンジに関してはシンフォニックブラックメタルにカテゴライズされるバンド群では特にクラシック風のフレーズが使われることがある。その他のジャンルの影響としては中期先レコンやミスクーグのようにインダストリアルメタルから影響を受けたもの後期エンペラーやボークナガーのように プログレッシブロックから影響を受けたもの、アブサードのように、オイパンクから影響を受けているものなどがある。また、メンバーが、サイドプロジェクトとして、アンビエントや、インダストリアルノイズをやっている場合もある。通常の曲構成を取ることは、あまりなく、特に明確なバースコーラス形式はないことが多い。大半の楽曲は、楽器演奏部の繰り返しが多く行われる。ただ、 ロッティング・クライストラが確立したギリシャ風のスタイルは例外でノルウェーのそれよりも正統派ヘビメタルのスタイルに近い構成をとっている。ファッション面の特徴として顔全体を白く目の周りを黒く塗ったコープスペインと土層文化のもとで死者の姿を紛争したものとされるをするものが多い。他には全身黒服、病が多く打たれたガントレット、ガンベルト、 バンド T シャツ、センターパートのロングヘア、革ジャケット、ロングブーツ、生々しい血のり等。ただし、これらのファッションは、ブラックメタルに限らず、一般的なメタルシーンでも見られる。また、中高期エンペラーのように、コープスペイントやロングヘアが見られないバンドも存在する。ブラジルのバンドサルコファー後の、ファーストアルバムでのファッションが計り知れぬ影響を与えたとされる。 アートワークはモノクロのものが多い。これは1990年代に入ってデスメタルバンドのアートワークがどんどん鮮やかなものになったことに対するアンチテーゼである。自然や神話の風景が題材として選ばれることが多い。また、ライブを一切行わないことを心情にしているバンドも存在する。一方で、メイヘムや ゴルゴロスなどのように動物の頭部や血液を使用したパフォーマンスで論争を呼ぶバンドも存在する。1980年代に登場し、スラッシュメタルバンドベノムが1982年に出したアルバムブラックメタルがその起源だとされている。ハンキリストをテーマにした歌詞やボーカルスタイル、ステージネームを使った演出技法は皇族のバンドに影響を与えた。 デンマークのマーシュフルフェイトも重要なバンドである。フロントマンである、キングダイヤモンドのメイクは、コープスペーントの素地を作ったとも言われる。さらにその後出てきたヘルハマーやボッテリーにより、今日のブラックメタルの基本となるサウンドが作り出された。いわゆる第一世代と呼ばれる時期である。1980年代には、これらのサタニックなスラッシュメタルバンドが、 ブラックメタルと呼ばれることもあった。第一世代と呼ばれるバンドには他にクリーター、デストラクション、ソドムなどのドイツのバンドや、ブルドーザーなどがいる。しかし、1987年になると事態は一時、沈静化する。スレイヤーマガジンの著者、マタリアンは、昨今のサタニックバンドブームはどうやら終わりを迎えたようだと記述している。その一方で、陰気バス。 モービットエンジル、サバト、トーメンター、サルコファーゴ、グロテスク、トレブリンカなど一部のバンドがサタニックなテーマを掲げて活動を続けていた。他に初期のブラックメタルシーンのバンドとしては日本のサバと、コロンビアのパラベラム、イスラエルのサレム、イタリアのモーテシューリードレイブなどがいる。1990年に結成された日本の祭はノルウェーのシーンのメンバーと、 定期的に連絡を取っていた。彼らのファーストアルバムは、ブラックメタル界における、カルトクラシックになったとも言われる。ノルウェーのシーンが没興する前の年には、ルート、マスター、エスハマー、フォン、ロッティング、クライスト、サマエル、ブラスフェミーらが重要な作品をリリースしている。特にマスター、エスハマーのデビュー作リチュアルは、ダークスローンのフェンレスをして、 このアルバムこそが最初のノルウェージャンブラックメタルだ。もっとも彼らの出身はチェコなんだけどね。と言わしめた。ブラスフェミーのデビュー作ホールンエンジェルオブドゥームは後にウォーブラックメタルと呼ばれるスタイルへと繋がることになる。1990年、1991年には北欧のバンドが上記のバンドに影響を受け活動を始める。スウェーデンではマダック、ディセクション、 ニボルハイム、アブラプクタムが、フィンランドではデスメタルやグラインドコアの要素を取り入れたベヘリクト、アーチゴート、インペルド・ナザリーンといったバンドが現れた。特にフィンランドシーンの音楽性は、後のオーブラックメタルに大きな影響を与えた。デスメタル前世のアメリカでは、ディマンシー、プロファナティか、アブスーが誕生している。1990年に、 ライプツヒで行われたメイヘムのライブは東ドイツのシーンに絶大な影響を与えたと言われ、一部ではジャーマンブラックメタルの幕開けだとまで評されている。続いて1990年代にはエンペラー、メイヘム、ダークスロン、バーザムといったノルウェー出身のバンドが活躍し始め、ブラックメタルという音楽をよりはっきりさせた。メイヘムのボーカリストであるデッドが自殺し、 ダークスロンがセカンドアルバムエイブレイズ・イン・ザ・ノーザン・スカイをリリースした直後にユーロニモスが作り上げたブラックメタルシームを俗に第二世代と呼ぶ。長らく人の知るところではなかったブラックメタルがにわかに注目を浴び、その名が広まるに至ったのはこれらのバンドのメンバーを中心に起こった自殺、境界への放火、殺人など数々の事件や犯罪行為。 およびそれらをセンセーショナルに取り上げたメディアによる影響が大きい。アンダーグラウンド主義の下メジャー音楽に攻撃を仕掛け、ツアー中のアーティストの家を放火、ツアーバスを点灯させる、等の行動も起こしていた彼らおよびそのファンたちは、ブラックメタルマフィアとも呼ばれた。また、シーンの中核には、ハンキリスト教集団、インナーサークルが存在するとされ、 その集団内での格付けは言った犯罪の大きさで決まったとさえも言われた。しかし、1993年8月、バーズムの中心人物、カウントグリシニック、カウントグリシュナックことバルグビーケネスが、インナーサークル及びメイヘムのリーダーであった、ユーロモスコとオイスタイムアーセスを殺害する事件を起こす。この事件でバルグが、ついに逮捕され、 懲役21年という判決を受けたことをきっかけに、バンドのメンバーらの犯罪が、次々と発覚して、保者が続出し、初期のブラックメダルシーンは崩壊してしまう。また、同時期に、他国でも様々なシーンが誕生していた。ポーランドでは、グレイブランドとベヒーモスによって、シーンが築かれている。アメリカでは、ブラックフューネラル、グランドビールエル、エスキー。 ジューダスイスカリオテラが活躍している。フランスでは、アンダーグラウンドシーンのミュージシャンが集まり、レリージェンスのイスアというグループが結成されるに至った。著名なバンドでは、ミュートレーション、ベロット・トセパッシュ、ベルコター、トージストがいる。同時にナショナル・ソーシャリスト・ブラック・メタルシーンも、勃興している。アンティアスの MKM は、あるインタビューで、とても簡単に整理できる。 NSBM を選んで、ファン陣と聴衆からのサポートを受けるか、ザ・ブラック・レギオンズの一員になってあのカルトが、アウラを身にまとうか。アンティアスは、パリ出身で、NSBM もやらないし、クリシェに満ちた、スカンジナビアン・ブラックメタルでもないから、どこにも属さないってことになるかな。とはいえ、真に迎合しようって気もさらさらないけど。と語っている。 デスペル・オメガのように前衛的な手法を取っているバンドも多く存在す。不協和音を取り入れていることが特徴で、他にはアンティアス、ウソスなどが著名である。ドイツのシーンではアブサードの行いが論争を呼んだ。1993年、アブサードのメンバーが同じ学校に在籍するザンドロ・ベイヤーという少年を殺害したのである。ベイヤーの墓碑の写真は、 リリースされたデモの一つ、セリング・イアン・ペーガン・マッドネスのアートワークにナチズムを賛美する言葉と共に掲載されている。このデモは、獄中で録音され、ポーランドでグレイブランドのドラマーによってリリースされている。ナガル・ファールの中心人物であるアレクサンダー・フォン・メイランウォルドは、このドイツシーンの最重要作品として、アンガット・タ・ノー・ルナー・オーロラ、 カタルシスのデビューアルバムとデザスターのデモラスティンザ、エイジーズを挙げ、必ずしも、ドイツ史上最高の作品だとは言えないかもしれないが、全部素晴らしい出来だと述べている。それからもブラックメタルは、脈々と受け継がれ、現在ではノルウェーを中心とした、ホンバスカンディナビア地方以外にも、フランスやドイツ、ウクライナをはじめとするヨーロッパ、南米、北米、東アジア、東南アジア、 オーストラリアなど世界各地でシーンが築かれると同時にディム・ボルギルラのようにメジャーレーベルでの商業的成功を収めるバンドも現れている。音楽性が多岐に及びつつもブラックメタルというジャンルが成立しているのは思想などといった側面が非常に強く歌詞や世界観などによる演出にも重点が置かれているということを念頭に置かければならない。ブラックメタルのシーンには 音楽活動を通して思想を伝播することを重要だと考えているバンドが数多くいる。一般的なブラックメタルの思想はサタニズム、悪魔主義という言葉に集約されいる。この点で第一世代に属していたバンドの多くは実際にサタニストであったわけではないがサタニックなイメージや歌詞を用いていた。一方でノルウェーのいわゆる第二世代のバンドにとってサタニズムは イデオロギーの側面からブラックメタルを定義づけるものであった。インナーサークルがスカンディナビアからキリスト教を撤廃し古代の宗教を復活させるという目標を掲げたこともあり、シーンではキリスト教以外のヨーロッパの宗教をペーガニズムを称えるにども存在した。とはいえ、初期のペーガンバンドが自らブラックメタルを自称することはあまりなかった。このように ブラックメタルを自称するバンドは普通反キリスト、または他の世界宗教への反抗心をテーマにしている。おそらく、これこそが、ブラックメタルが唯一共有する考えと言っていいだろう。したがって、歌詞では、キリスト教徒の虐殺、キリスト教の滅亡など、キリスト教を攻撃するもの、悪魔を称えたり、天使や神、天国を罵るなど、冒頭的なもの、人間愛。 平和、自由などを否定する、反道徳的なもの、自殺、孤独、人間への権を謳った遠征的なものなどが多い。これらのテーマは全く別のものというわけではなく、それぞれが繋がっている。それゆえ、無神論、ペーガニズム、サタニズムのような考えが支持されることが多い。また、ファンタジーに出てくるワルの象徴、ギリシャ神話や北欧神話、ゲルマン神話の死の象徴。 ハーレースなどが悪魔の代わりにテーマとされることがあり、映画や西洋魔術もブラックメタルバンドにインスピレーションを与えている。クロニクルズ・オブ・カオスの記事では、ほとんどすべてのブラックメタルバンドが持つ最大の特徴は過去への同型である、と言われている。これに関して、ウルフズ・イン・ザ・スローン・ルームのアーロン・ウィーバーは、ブラックメタルは根本的なレベルで現代精神を批判する。 芸術活動なんだと思う。現代の世界観は何かを見落としているんだ、という具合に、と述べている。故郷に、キリスト教が伝播する以前の太古の文化に着目するバンドもいる。サムダンは、ノルウェーのシーンについて、他のヘビメタルシーンとは違い、文化や地理的特徴が、ブラックメタルの音楽やイメージに組み込まれていると言っている。ノルウェーのドキュメンタリーで、ダークスローンのフェンリスは、 ブラックメタルというのは何よりもまず、個人主義ってことなんだよ。と述べている。実際、個人主義を信条にしているアーティストは多い。イーサーンもブラックメタルとは、やりたいことは何でもやることだと言い,い、ある意味では、個人主義的な側面を肯定している。あるインタビューでは、俺にとっては、音楽的なインスピレーションが全てだった。ブラックメタルというのは、音楽のスタイルではなく、アティテュードなんだよ。 初期のノルウェイのブラックメタルのバンドたちは皆違う音を出していただろう。共通の雰囲気、表現方法は持っていたかもしれないけど、ルールなんか何もなくて俺はやりたいことをやるだけで、誰にもこういう音楽をやれなんて指示はされないし、もしそんなことを受け入れたら、それはもはやブラックメタルではないよ。と述べている。その一方で、ユロナマスの信奉者は個人主義に反対することが多い。 ベンジャミン・ヘッジ・オルソンが表した終始論文によれば、ブラックメタルはラディカル・インディビジュアリズムと集団的アイデンティティの間で起きる構想と、その両極をも同時に授与しようとする企てによって特徴づけることができる。という。オルソンは、ラルフ・ワルド・エマーソンの唱えた超越主義に似た思想を持つアーティストもいると書いている。彼らは、肉体という牢獄を捨て、 もしくは超越し、超越的存在から知識を授かろうとするのである。霊的意義、文化的意義に欠けているように感じられる世界に満足しておらず、それを超えて宗教的熱狂に満ちた世俗主義に挑戦したいと考えているからである。オルソンは、このようなバンドのライブを、情景的一体感や神秘的超越を得るための、音楽による儀式と呼び、演者が、 儀式的なパフォーマンスを通して、自らの世俗的肉体を超越し、神と結びついた精神的なペルソナをその身に呼びる、という認識を自分が参加した、ブラックメタルのライブの典型例と仕上げている。信内で有名なミュージシャンの中には、ブラックメタルは何らかのイデオロギーを表明していなければいけないというわけでは、必ずしもない、と考える者も,もいる。例えば、ヤン・アクセル・ブロンベルクは、 メタルライブラリーとのインタビューで、これは個人的な考えだけど、今日のブラックメタルはただの音楽に過ぎないと思う。と語っている。同じように、サティアーもブラックメタルは必ずしもサタニックなものでなければならないというわけではない。暗淡としたものでありさえすればいい。と語っている。スローオンオブマレディクションのエリック・ホーナーは、多くのバンドがサタニズムや、 それに類する心情を持っているけど、僕はそれだけがブラックメタルでいる唯一の手段とは思いませんね。僕にとってのブラックメタルは純粋な感情であり、その感情を伴った個人主義なのです。と答えている。だが、マタリアンが発行するファンジンスレイヤーの記事では、自分たちのコンセプト全体が依拠しているような本質よりも、 音楽的なことに関してばかり気を払うミュージシャンが批判され、音楽そのもの自体が一番優先されるということはない。という主張が繰り広げられている。もともと、ブラックメタルという語はサタニックな歌詞やイメージを用いるエクストリームメタルバンドを指す言葉だった。しかし、第一世代のほとんどのバンドはサタニスと出会ったわけではな、単に聴衆を煽るために、 そのイメージを使っただけであった。その中で、マーシファル・フェイトのボーカリストであり、サタン教会のメンバーであった、キング・ダイヤモンドは、数少ない例外である。マイケル・モイナハンは彼について、80年代のサタニックメタルバンドのメンバーで唯一本気だった人物で、ショックバリューを狙って、悪魔のイメージを使っていただけのポーザーとは違う。と言っている。1990年代初頭。 ノルウェーのシーンに属する多くのブラックメタルミュージシャンは、エンジン的悪魔崇拝者を自称していた。彼らは憎しみ、悲しみ、そして邪悪さを広めようとしていたのである。メーヘムのユーロニモスはこの思想の裏にいた重要な人物である。彼らは、サタン教会の自由や人生を肯定する考え方を批判した。シーンのメンバーが支持していた、有神論的サタニズムは、 キリスト教の倫理の逆を行くこと、すなわち自分の欲望に忠実に行き弱者を強者の糧にするのを良しとする思想であった。そのため、キリスト教を弱者のものとして否定したフリードリヒ・ニーチェの思想、ニヒリズムが好まれる傾向にある。ベンジャミン・ヘッジ・オールソンはベノムの行ったサタニックなパーマンスを他のメタルやサタニズムにはない文化的表現の一つへと変えた。そして、 他のメタルが持つ平凡なアイデンティティや待望を捨て去り、宗教的、イデオロギー的な熱狂を選んだと書いている。ユーロニモスは全体主義を支持し、個人主義、同情、平和、幸福、快楽などの考えを否定した。なぜこのような思想が、シーンで支持されていたのかと聞かれ、イーサーンは、人々に恐怖を与えるには好都合だったと語っている。また、 社会の対局でありたがっていたし、本当のサタニズムを実践するよりも、単に邪悪であることに力点を置いていたという。ただし、ローズ・オブ・カオスによれば、マンハイム、ビー・ケネス、ブラック・ソーンのように、ユーロニモスを知っていた者の,の多くは、彼の過激で、サタニックなイメージは、見せかけだけのものだったという。その一方で、モーティスは、ユーロニモスが行っていたことは、見せかけではないと語っている。 ユーロニモスを1985年から知っており、彼の親友でもあるマタリアンは、はいも、自分の考えを披露していた。死をあがめ、過激であろうとしていたんだ。と証言している。ミソンスロピックラ・セフェリアン・オーダーのテナブリス・ワノウェイの、シーンは主にイデオロギー的なサタニズムと関連しており、93年にユーロニモスが死んだことで消滅したと書いている。サンナ・フリーは、 真のメンバーによる自分たちは悪魔崇拝者であるという主張には何らだ根拠がなかったと述べている。ユーロニモスが死亡した後、捜査を主導したレイフエーライアーによれば、彼自身も部下もサタニストには一人も遭遇しなかったという。ファウストはサタニズムを超マジに捉えてる奴もいたけど、ほとんどの人間にとっては配分に過ぎなかったねという。当時、 有心論的サタニズムを支持しないバンドは、ユーロニモスやシーンのメンバーから、ブラックメタルであると認られなかった。そのため、ノルウェージャンブラックメタルのようなサウンドで、サタニックな歌詞を用いてなかったバンドは、他の言葉で自分たちのジャンルを表現した。今日でも、インファーネスや、アリオク、ノーナジスト、エリック・ダニエルソンなどのような著名なミュージシャンのように、 ブラックメタルは、有神論的サタニズムを支持していなければならないと、考えるものがある。再結成後のダイセクション、ワタインのようなバンドは、ブラックメタルバンドのメンバーは皆サタニストでなければ、ならないという一方で、ブラックフューネラルのマイケル・ W ・フォードやアンティアスの MKM は、ブラックメタルはサタニックでなければならないが、メンバー全員が、必ずしもサタニストであることまでは必要でないと、 考考えええていいる。る。サタニニズズムムから、ペーガニズムに考えを変えたバンドもいるまた、サタニズムは、ナチズムと、共通する点も見られる。だが、バルグビー・ケネスのようなネオナチ活動家や、ヒットラーやナチスを崇拝する、ナショナル・ソーシャリスト・ブラックメタル、家社会主義、ブラックメタルと呼ばれているアブサード、グレイブランド、ノクターネル・モーティムのような曲、ネオナチバンドは、 シーンのごく一部である。多くのブラックメタルバンドは音楽に専念しており、シーンで人種差別が肯定的に捉えられることは少ない。このように一般にブラックメタルの中でキリスト教が肯定的に扱われることはほとんどないと言っていい。一方でブラックメタル特有のサウンドを有していながら、歌詞やイメージでキリストを賛美する。 アンブラックメタルという一見矛盾したジャンルも存在している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。